はい、俺は X メンのリーダーサイクロプスだ。オプティックブラスト。はい、ね、X メンのですね、ダークフェニックスのネタバレありの、ちょっとね、話をねしていこうと思いますよ。ピカーンというわけでですね、はい、ね、ダークフェニックスね、見てきましたよ。あのですね最初のですね、もうネタバレ全開できますよ。もう最初のですね、こう X メンがですね、スペースシャトルを救うというね、宇宙でスペースシャトルがなんかピンチになって救うってね、いうことで。で、まあ、ブラック、何でしたっけ、ブラックバードでしたっけ、あれで、ね、こう、基地から出発してですね、こう、スペースシャトルを助けて、ね、みんなからだけね、やった !X 面最高って言われるところなんかはね、こうね、ちょっとX 面最高って言われてみんなからこうね、各種ガッサービンのはちょっとやりすぎかとは思うんですけど、ただこの一連の流れはですね、割と、ノリ的に、テンポといいですね、昔、テレビ東京でやってた X 面ね、90年代の X 面のシリーズに、割とノリと言いますか、雰囲気が近くてすごく嬉しかったんですよ。ね。ただ、X 面でですね、まあ前の前回も言いましたけどね、まあその年代によってですね、こう X 面の像の捉え方というのがですね、それぞれ違うので、まあでも私は良かったと思いますね。ただですね、私正直ですね、X 面で不安と言いながらですね、正直なところですね、X 面に関しての知識はその90年代にあったアニメとですね、あとまあ、日本でね、いろいろ翻訳のやつが出てたんですけど、あれでもね、ああいう翻訳の関係とかでコミックを追い続けてたのは、もう正直ですね、オンスロートまでなんですよ。オンスロート、いつの時代だと。24年ぐらい前だぞ、オンスロートはね。ね、で、ヒーローズリボーンとかね、ね、アサラ X 面じゃないですけどね、まあ、読んでました。エイジオバーアポカリプスも読んでました。ね、結構ね、20年以上ね、原作の X 面がどうなってるのか、もうわけわからない状態でですね。で、まあ、なんか、こう、ダークフェニックスとかいうネタの割には、割とこうね、昔のアニメの X 面のノリでやるのかなと思いきやですよ。ね、もう、ね、正直なところで今回見ていて、なんて重たい話なんだとね。ダークフェニックスのネタはそのね、X 面の3作目の、ね、ファイナル DC ジョンっていうやつでですね、扱いましたけど、あれ以上に、もう暗いですね。もう本当に。本当に、で、あれですよね。こう話が進んでいってですね、ミスティークがですね、ミスティーク、何でしたっけ、ミスティークですよ。映画の緑色の顔したいと、青い顔か。ね、とかね、串刺しになって死ぬじゃないですか。で、その死がきっかけで、もうX 面が空中分解を起こしてですね、ほんでもうね、仲間から外れていたね、マグニートを巻き込んで、で、物語の後半の方で、ジーン・グレイがね、悪者にね、こう誘われて、行った屋敷の前でですね、X 面が仲間割れして戦うシーンがあるじゃないですか。もうね、もう、本当にですね、この、チームが一つのチームの仲間割れし、まあ、敵味方にも多少混じってんですけど、一つのミュータント同士がですね、もう本当にね、いがみ合ってですね、戦う様はですね、シビルウォーで、そういったヒーロー同士の分裂で戦う様を見てましたけど、もうそれ以上にですね、この、シーンはもう重いシーンでしたね。もう本当にもうね、仲間あれして、もう、憎しみ合いながら戦うというですね、あれがものすごくこう、なんて言いますか、シビルウォーでは出せなかった、ヒーロー、こう、登場、ミュータント同士の対立というのがですね、こう、ひしひしと伝わってきましたよね。で、ね、対立の構造とですね、もう本当にですね、内輪もめからね、もうこんな、どつき合いに至るまでの、辺の下りはですね、本当良かったと思いますよ。あの辺はですね、やっぱマーベルの、
キャプテンアメリカとかアベンジャーズとかの、あのシビルウォーの流れだ、決してできなかった流れだと思いますね。というのもですね、あのシビルウォーはなんだかんだ言ってもですね、あの確かに重いテーマを扱ってはいるんですけど、やっぱりあのこうヒーローがですね、アイアンマンとかですね、ああいったあのスパイダーマンとかアントマンとか、やっぱりこう明るいキャラクターで、どこかしらやっぱりこうちょっと笑えるシーンとかですね、コメディ的なね要素を含めつつ、やっぱこうあの戦いを繰り広げてましたから、まあちょっとまああの微笑ましいなというので、まあ最後の方のですね、あのその後のね、あの X メンじゃなくてアイアンマンと、あのねキャプテンアメリカのね、あのねどつき合いはね、まあちょっとあれでしたけど、あのそれ以上にですね、やっぱ重苦しい戦いでですね、あれは本当に雰囲気的に良かったし、その後ですね、あさっきまであんなにどつき合ってた仲間たちがですね、最後であの方の列車の中のバトルで、あのもうあの手を取り合ってですね、共闘してで、あの宇宙人と戦うというですね、あの辺はですね、やっぱあのこう展開地味ながらもですね、あのあれ良かったと思います。本当にあれ見てて、あ今回の X メン結構面白いやんと思って見てましたけど、ただね、ラストね、まあ、ラストはもうしょうがないんですけどね、まああの最後ジーン・グレイがね、犠牲になるというのは、それはまああの原作もまあそうでしたから、最後ね、なんかガッチャマの火の鳥みたいになって飛んでいってですね、でまああのおしまいみたいな感じだったんですけど、まあまあね、まあこれはしょうがないかと。ねえ、まあね、今までの X 面に比べたら、まあ、あの前回の動画で申し上げてたですね、あの、あれもしよう、これもしよう感は、まあ、多少抑えられてるんですよ。割とですね、あの、ジーン・グレイと、プロフェッサー X。で、まあ、その下に、まあ、ビーストと、マグニート。あのコードネームばっかりすいませんね、みんな確かあれ本名で呼び合ってますかね。あでミスティーク、レイブンですか、レイブン、サイクロプスとね、サイクロプスね、扱いがね相変わらずひどいですね、本当に。あのまあまあ以前に比べたらまあまあなんですけど、一応あのサイクロプスであの X メンのリーダーのはずなのに、まだあの段階では全然リーダーじゃなくて、本当あの現場ではあのレイブンね、ミスティークとあれ、まあ、ビーストが仕切ってるみたいな感じで、お前隊員その1やんけみたいな、隊員その1な上やたらこう、ジェイジェイ、俺はジェイのドタラコトロンだって、なんか頼りない、もうただのクソガキじゃねえかこいつで、ね、本当ね、あの前のね X メンのあのダークフェニックスのあのね時もあの途中でね3作目であっさり死んでましたけど、あれどうなんすかね、あのアメリカの作り手にもやっぱああいうサイクロプスというキャラクターはですね、やっぱ初期メンバーで X メンのリーダーでありながら結構ね、扱いが悪いということで、やっぱスタッフに嫌われてるということなんですかね。まあその辺はですね、90年代のあの X メンのアニメでも結構ですね、あのね扱い悪かったですから、まあずっと扱いが悪いんでしょうね。というわけでですね、まあそんな感じなんですけど、とりあえずですね、まあ今回で終わりということで、まあ、ディズニーにあと吸収されていくわけなんですけど、まあ、エンディングね、最後ね、マグニートとプロフェッサー X がね、こうチェスをして、で、空には火の鳥が飛んでいくというラストで終わったんですけど、もうね、エンドクレジットになるんですけど、私のね、映画館あの時、まあ、10人もいなかった映画館でね、寂しい映画館で平日の昼間見てたんですけど、あのエンドクレジット始まった瞬間に、私以外の客は全員出ていったんですよね。本当に。まあ、全員出ていって、最後まで行ったのが私一人というのは気がついたのは、まあ、最後全部終わってね、館内が明るくなってからなんですけど、終わった瞬間にみんなゾロゾロゾロと出ていてですね、いやちょっと待ってくれよ、これ X メンでこれで完全で終わりじゃなくって、ディズニーに吸収されるから、この後の何か匂わすようなね、こう映像とかがなんか入るじゃないかとね、最後まで見ようよとね思いましたけど、ね、最後何もありませんでしたね。まあ最近はですね、映画館も配慮でですね、エンドクレジットの後にもね、映像がありますので最後まで見てくださいというね、こう張り紙してありましたけどね、今回ね張り紙なかったから何もないのかなと思ったら、もう何もありませんでした。本当にもう
というわけでね、こう X 面ね、こうマーベルの方に行くというわけなんですけど、やっぱ次の X 面でですね、期待したいのはですね、X 面としてやるのはいいんですけど、もうちょっとですね、キャラクターを絞り込みをしてほしいんですね。いや、まあ徐々にですね、絞り込みができているとは思うんですけど、ただですね、前あったウルバリンみたいにあそこまで絞り込むとですね、ね、ウルバリンとプロフェッサーと、あと何でしたっけ、ウルバリンの子供みたいなやつが3人でこうロードムービーみたいなのがあったんですけど、あそこまで絞り込むとですね、ちょっと映画的なこのボリュームに欠けてしまうので、バランス的にはですね、テレビ版のですね、アニメの X 面なんかはですね、この辺こう結構バランスが良かったと思うんですよ。本当にこう、まあテレビシリーズだからできる技、まあできるねことなんですけど、まあ、主人公持ち回りで、この回はもうウルバリンが中心で、ロシアに行って、オメガレッドと戦います。一緒に行くのは、一緒に戦うのは、なんでジュビリーと、コロッサスと、あとなんかロシアのエージェントのミューダンとかよくわからない人だけですとか、ある程度こうね絞り込むと、やっぱその主人公のキャラクターにね、こう感情移入もできますしね、割とこうじっくり描けているんですけど、やっぱり X 面で登場人物が多いというのはどうしてもネックですね。今回もですね、やっぱりなんだかんだ言ってですね、多かったし、ね本当にもうね、クイックシルバーね、まだいたんかお前みたいな、さすがにもうクイックシルバーはもう飽きました、私もですね、もうみたいなね、方だったんで、まあ、次の X 面のシリーズはですね、もうちょっとその辺ね、まあ、今度はもう長期シリーズでやるというのをですね、最初から頭に置いた上で、じっくりじっくりですね、描いていってほしいですよ。もう何でしたら、本当の最初のですね、プロフェッサーと、そこに集まった5人の話からやっていってほしいですね。そうしていけばですね、X 面もですね、もともとですね、あれなんですよ。マーベルでも、化石頭の漫画だったんですから、X 面、スパイダーマンとですね、この一つがですね、今度マーベルに帰ってくるわけですからね、きっとね、やってくれると思いますよ。というわけで、こうね、オプティックブラストの